1> 1マガこんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日はですね、こちらの本、10月の20日発売となります。現象が一変する量子力学的パラレルワールドの法則という形で,ですね、えー、サンマークさんに絶大な応援をいただきまして、えー、出版となりました。 で今回はですね、この本のですね予習としてですね、第1章、2章、3章、4章、5章というところで、それぞでれで章ごとにですね、えー、予習のお話をさせていただければと思いますで。皆さんがですね、本当にこう人生がどん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 動きますよというところをね、体感、実感していっていただければと思います。では、画面の共有に入ります。 現象が一,般一変するですね。一変する量子力学的パラレルワールドの法則。予習動画ということですね。このなんか予備校とか塾みたいな感じなんですけども、えー、予習動画の第一章という形です。まず、こちらの本ですね。一言で言うと、どんな本かというと、ドン。人生はポンとこう変わりますよとね。その仕組みを書いた本ですよ。でまずですね。 この第3章の方のところでですね、えー、開花のトレーナーさんとか、セミナー受講、会花セミナー受講生の、ね、方々何人かに、えー、実際にサンマークさんが取材をしてくださって、人生こう変わったというところをね、お話しさせていただいております。でこの取材を受けられた方々はですね、 読者の方々が本当に人生より良くなって、幸せに、ね、私たちのように幸せになってもらいたいと、そのためならぜひどうぞという形で、えーお,えー、お話をいただきました本当に熱い思いをですね、お話いただきまして、ありがとうございます。で、まず、プロローグにあるんですけれども、今と違う世界があったらなとかね、別の人生があったらとか、もう私,私がもう一人いたらよかったのにみたいなことを思うことありませんかでも多くの場合、否定の言葉がその思いを打ち消してしまう。無理無理無理、そんな SF じゃないんだからと。 で現実の世界生きるしかないんだよみたいな感じがあるんですが、じゃあこのパラレルワールドということかなんですけども、そもそもですね、地球上すべてのものが素粒子ですで。素粒子には法則があります。もう土も電車も空気も水もお体も自分の思いもですね、全部素粒子なんですね。で、その素粒子には法則があります。で 具体的に見ていくと、第1章がですね、量子力学の不思議、なぜ現実が一変するのかというので、身の回り全部素粒子でできていますよというところが第1章になっています。第,第2章は、パラレルワールドって何だというのがですね、第2章を書かせてもらっております。こちらはですね、次回翌日の動画にですね、書かせてもらいます。第3章。 パラレルワールドで何が変わるのかというところで、ここでですね、いろんな方々のお話をいただいております。えー、こちら、第一、えー、とこですねで、家族の崩壊のこととかですね、このお金がなかった状態からすごくこう飛躍したとか、あとですね、えー、夫婦関係が激変してすごく良くなったとかですね、えー、ど,んどんどんどん人生が変化していますよというところをお話しいただいております。で、第四章。 パラレルワールドの深淵こっからですね、かなりこう深いところに入っていきます。愛がなぜ周波数が高いのかとかですね、怒ってしまった時どうすればいいの、怒りを出してしまった時どうすればいいのとかですね、この、あと、さらに行くとですね、生命とは何かというので、宇宙飛行士さんが感じた命、生命とか、アインシュタインが感じた本質側とかですね、お寺さんもまあ生き物ですよというところだったり、魂って何だと。 いうところだったりですね死んだ人の魂はどんな状態でどこへ行くのかとか、えー、生と死の境死の え真実に迫るとかですね、まあ、ここは本当に私の考え方になるんですけどもと、あの世から人が話しかけてくるとか、そんなのあり得るのとかですね、えー、死んだお父さんの存在を身近に感じてすごい力を発揮し始めたお話とかですね、えー、生まれ変わり、もう量子力学で説明ができるというところをですねお話しさせてもらっております。で、第5章、じゃあ具体的に自分自身が人生変えるには何すればいいのっていうので,ですね、えー、ありがとうを観測するの、丸る1番、丸2番とか、ノートにこう こういうことを書いていきましょうとかですね、えー、豊かさを観測するとかっていうところですね。であと、自分がどうやったら世界を変えていくのかっていう感覚とか、この好きを大事にするとかですね、好きをお役立ちにつなげるとか、あと、ゾーンに入るとかですね、えー、いうところを書かせてもらっております。で、えー、ゼロポイントフィールドっていうのは、自分、皆さん自身をどんどん生かそうとしていますよと。 で最後にエピローグのところですね、えー、濃く濃く深く書かせていただいておりますので、エピローグもですね、まあ、エピローグを、まあ、3章を読んでからエピ,レオエピローグを読んでもらいたいぐらいのですね、えー、感じで作らせていただいております。で、まず今日はですね、第1章、量子力学の不思議。なぜ現象が一変するのかというところです。で第1章ですね、 この私たちの体、わーって素粒子が、えー原、原子がですね、電子雲という状態で、わーってこうなってますよと。で、私たちの体をですね、分解するとどうなってんのかって、これもミクロのミクロで見ていくと、わーってなってますよ。で、素粒子っていうのは物質の今のところ最小単位になってます。で、そえー、か感意識や感情、これアルバート・ポップ博士がですね、えー、光だと、フォトンだというふうに伝えています。で、私たちの元になっている素粒子、 がどんな行動をしてるのかというと、どこにいるかよく分かりませんよと。で、観測すると確率が1に近づくという形で入っております。で、なぜ、こう、体が電子雲で見たらスカスカなのに、こう、とね、指がこう頭の中に入らないのかね、ガラスにぶつかると痛いとか、でもなんでこう、電磁波はガラスを通り抜けられるのかというのが、この電子雲でダーってなっていて通れるんですが、<laughs> 原子と 原子の間は、私たちのお肌ですね。お肌とか、えーパ、パソコンとか中に入れない、指が刺さらないっていうのが、原子と原子の間に、フォトン、光の素粒子がです、ね、ダーとか行き来をしていてで、電磁気力という力でこう、あのー、つながってるんですね。で、この手と手がこう、中がこう、通り抜けられないっていうのが、で、炭素、炭素、で炭素の周り、えー、電子で、電子で、 電子と電子、マイナスとマイナスなので反発し合って、こう、中に入れないというのが、スカスカなのに通り抜けられないと。で、えー、私たちが思うとポトンが出てますよとかですね、相手のポトンももらってしまう。怒ってる人の部屋にいると、なんか怒りもらっちゃうとかね、嬉しい人のそばにいると嬉しいをもらっちゃうとかっていうふうにもう受信しちゃう。で、えー、電子は、電子は、えー、粒でも波でもあり、状況において姿を変えますよと。まあ、厳密に言うと、 粒ではなくて、そもそも全部波なんですが、簡単に言うとですね、粒のようにも見えるし、波にもなったりもするしと。で、観測をすると、素粒子がですね、ピコーンとこう、粒になりますよ。まあ、確率一でそこに出やすくなりますよという形です。なので、そこから、え、医ですね、解釈をすると、自分がこうなりたいと意図すると、そうなる自分になりやすいという形、確率がそれで出現しやすいということです。で、 ゼロポイントフィールドっていうのは、すべての素粒子の発生源がゼロポイントフィールド、ここに畳み込まれてますよというところが第1章になっておりますので、えー、まあ、ちょっとお勉強的なことなので、仕組みをちゃんと知りたいという方は、第1章もしっかり読んでいただければですが、まずね、人生変わりたいって思ったら、えー、3章を読んで、えー、エピローグを読んで、で、5章を読んでもらうと、あ、こうやればいいのかなというふうになっていくかと思います。で、 えこちらですね、Amazon サイトでこう申し込みが始まっておりますし、お近くの書店でですね、20日21日、22日あたりから、どんどん、ね、大型書店等で全国の方で出させていただきますので、えー、ぜひお手に取ってですね、ご覧いただければと思います。そ皆さんがね、こちらの奥好きにもあるんですけども、すごく私、感動したんですが、よいしょ、ここですね。えー、と 観測すると出現する素粒子の不思議と、でそえー、そ素粒出現すると、で素粒子の摩訶不思議な性質をですね、こう日常に生かすというところなんですね。というところを皆さんがぜひ感じていっていただいてですね、えー、皆さんがどん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 自分を生かしながらですね、自分の本当の周波数の通りに、自分がね、この周りと比較ではなくて、サッカーがもう大好きとかね、 えー、音楽が大好きとかピアノ弾くのが大好きとか絵描くのが大好きとか人に教えるのが大好きとかですねご飯作るのが大好きとかそういったところをですねどん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 特化していただいて皆さんがね本当にこう自分の人生を大好きなことをしながらですね喜びのもとでお役立ちに入りながら素晴らしいね、えー、人生を歩んでいっていただければと思いますでそういうね自分を生かし素晴らしい人生,人生を歩んでいる人たちだらけになればお家の中が本当にこう平和になってですね、えー、虐待と とかですね、こういじめとかが減って、で自ら命を絶つとかもなくなって、自分を生かすという側に人生が入っていく人たちだらけになることが、日本も地球もどんどんどん平和な地球になっていくと思います、えー。関連動画ですね、こちら見つけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらです。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。